どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、 ANA マイルを貯める最強クレジットカードはどれかということでね、今回暫定版ということでね、解説やっていきたいと思います。先日ね、こちらのエポスクレジットカードの還元額ね、解約の発表がありまして、2020年10月からですね、このエポスクレジットカードの還元額が落ちるということで、エポスクレジットカードからエポスゴールドカード、JQエポスゴールドカードにね、切り替えて、もらえるポイントをね JR キューポにしてですね、それを JQ みずほルートで交換することによって最大はね 2.1%、こちらは最大っていう風になってまして、現時的には1.7% ぐらいのね ANA マイルを貯める還元額ね、受けれるのではないかということで、私のチャンネルでもね結構解説させていただいてたんですけども、残念ながらね、そちらの夢は、破れたということで、 JQ エポスゴールドカードに関してなんですけども、先日ね、解約の発表がありましたけども、 JQ エポスゴールドカードにはですね、100万円使うとボーナスポイントであったりとか、選べるポイントショップでね、そちらでね100万円ぴったりで、利用できた場合はですね、最大 1.75% でね還元が受けることができますので、一応ね卓上っていう感じになっておりますんで、選べるポイントショップっていうのはかなりね対象点はあるんですけども、ちょっとね、現実的ではないかなっていう感じなんですよね。っていうことなんで、2020年ね7月現在ですね、 ANA マイル貯めるね最強カードはどれかということでね、何個か紹介していきたいと思います。まず一つ目はこちらですね、ANA ワイドゴールドカード、私はビザカードなんですけども、国際ブランドはビザとマスターですね。こちらは年会費がね1万4000円のクレジットカードという風になっておりまして、割引はね受けることができまして、割引をね適用すると9500円という風になるんですけども、 ANA マイルをね貯める還元率の最大還元率としては 1.35% ということで、100円でね 1.35 マイルが貯まるクレジットカードという風になっております。こちらの最大還元率をね出す方法としては、 iPay3 ボの登録と手数料のあるねリボ払いの払いが必要という風になります。またねボーナスポイントについてはですね、 JQ みずほルートでねボーナスポイント分を交換することによってね最大 1.35% ということで、こちらね結構交換ルートとしてはですね大変っていう風になっておりますんで、大変なんですけどもできなくはないっていう感じですね。こちらのルートのね詳細についてはですね、一度ポイントルートをですねまとめた動画ありますので、そちらね見ていただけたらなっていう風に思います。これはですねボーナスポイント分をですね JQ ミズホルートに乗せなければ 1.3% ということで、こちらもですね悪くはないかなっていう感じですね。この 0.5% をわざわざね上げるか上げないかっていうのはね、そちら結構ねお好みになるかと思うんですけども、最大の還元率としては 1.35% というふうになります。次ですね、 ANA 東急ポイントクラブ級クレジットカードですね、こちらは最大還元率が 1.35%、年会費は初年度無料で2年目以降は2000円、こちらも割引制度がありまして、割引後適用後だとですね750円ということで、かなりね年会費が安い、クレジットカードというふうになります。またねポイントサイトから ANA マイルね交換するポイント交換ルートとして、今現在ね最大交換率を誇っている、東急ルートっていうのがありますよね。そちらにね必要の、クレジットカードという風になっておりまして、気づいた方もね、いらっしゃると思うんですけども、こちらも最大還元率は 1.35% なんですよね。っていうことなんで、このね、2つのクレジットカードですけども、ゴールドカードも、一般カードもですね還元率は同じっていう風になるわけなんですよね。これはねどういうことかっていうと、2021年の1月以降ですね、三井住友カードが発行している ANA のね提携カードっていうのはボーナスポイント制度っていうのがね終了がもう発表されているわけなんですよね。ですので2020年2月以降はですね、こちら両方ともね 1.35% にね還元額になります。ですので年会費のね差が結構あるにもかかわらず、最大還元率はね同じになってしまうっていう感じなんですよね。もちろんね一般カードとゴールドカードということで、その他のね付帯特典とか移行手数料とかもあるんですけども、還元額でだけでね見てしまうと年会費の差がねかなりあるのに、
還元率が一緒ということで、メインカードにされている方はね、まあこれだけでもちょっとね、モチベーションが下がる方もね、まあ多いのではないのかなっていうふうに個人的には思います。で、3枚目ですね。3枚目は ANA Visa プラチナプレミアムクレジットカードですね。こちらは年会費が8万円のクレジットカードというふうになっておりまして、プラチナカードということで年会費がかなり高いです。ですけども ANA マイルはね、還元率は最大還元率 1.85% ということで、かなりね、還元率の高いクレジットカードというふうになります。ですけども、まあその分ね、年会費も高いですので、またね、ANA のね、提携のこの三井住友クレジットカードっていうのは、割引制度がね、基本的にあるんですけども、プラチナカードっていうのはね、年会費の割引の特典っていうのがね、適用されないので、年会費8万円はね、まあ逃げられないっていう感じなんですよね。まあこちらのね、プラチナカードに関してはですね、まあどちらかというとね、まあステータスカードかなっていうね、まあ印象だったと個人的には思っておりまして、大特典ね、プライオリティパスだったりコンシェルジュだったりね、まあ、国内の ANA ランチがね、クレジットカード発行するだけでね、利用できたりっていう特典はあるんですけども、やはりね、年会費がかなり高いっていうクレジットカードになるんですよね。ですので、還元率だけで見るとですね、最大の還元率を誇るのは、この ANA の Visa プラチナプレミアムカードが一番ね、還元率が高いっていう風になるわけなんですよね。まあ、年会費がね、もう少しね、安ければね、全力でね、お勧めできるクレジットカードっていう風になるんですけども、まあ、やはりね、年会費の高さっていうのがね、ありますよね。次にね、紹介させていただくのが、まあ言わずと知れたね、 SPG アメックスクレジットカードですね。こちらは、年会費がね、3万1000円、割引制度もありません。年会費がね、まあ高いっていうのはあるんですけども、まあおすすめポイントっていうのもね、かなりありまして、去年度の年会費から、まあ、入会キャンペーンでね、元が取りやすいっていう点があります。既存会員からのね、紹介で入会するとですね、3ヶ月以内に10万円決済すると、最大ね、3万9000分のポイントがもらえたりとかですね、こちらのクレジットカードは、マリオットボンボイホテルのね、クレジットカードという風になっておりまして、マリオットボンボイホテルのね、アカウントがね、発行する際に必要という風になるんですけども、こちらのマリオットボンボイホテルのね、アカウントを作るね、キャンペーンもね、今現在行われておりまして、期間中に滞在すると、2万5000分のね、無料宿泊券がボンってもらえますんで、それをね、合わせるとですね、かなりね、まあ、お得になるわけなんですよね。還元率がね、1.25% ということで、貯まるポイントがマリオットボンボイホテルポイントっていうのも貯まるんですけども、6万ポイントを一度に交換すると、本来は2万マイルなところが、まあ、2万5000マイルでね、交換することができますので、最大還元率 1.25% っていう風になります。 SPG アメックスに関してはですね、年会費が高いですけども、年会費のね、元が取りやすく、なおかつですね、ポイント交換ルートっていうのはね、まあ、存在しないっていうよりかは、ただマリオットボンボイホテルポイントを ANA マイルに交換するだけなんですよね。ですので、ポイント交換の手間っていうのもね、この SPG アメックスにはね、ありませんので、まあ、先ほどね、三井住友カードで紹介させていただいた、まあ、こちら 1.35% から 1.85% をね、還元率を受けるためには、JQ みずほルートとかね、利用しなきゃいけないんですけども、まあ、そういう手間がないっていう点なんですよね。まあ、こちらがまあ、かなりおすすめなポイントっていう風になるわけなんですよ。ただ単に、まあ、利用して、それをね、ANA マイルに交換するだけで、還元が受けれるっていうクレジットカードなんですよね。いかがだったでしょうか。今回はですね、ANA マイルをね、貯める、最強カードはどれかということで、2020年7月暫定版としてね、お送りさせていただいたわけなんですけども、今後ね、三井住友カードのこの ANA のね、提携カードがですね、まあ今現在は先ほど言った通りね、一般カードとゴールドカードがね、還元率がね、今現在一緒なわけなんですよね。もしかしたらですね、ここがまあ変わってくるかもしれないなっていうふうにはね、個人的には思ってるんですけども、まあちょっとね、どうなるかわからない部分でもありますんで、でも一般カードとゴールドカードがね、ANA マイルを貯める還元率がね、ちょっと一緒っていうのはね、ちょっと残念な部分でもありますんで、どうにかね、していただけないかなと思っている次第なんですよね。またね、アメックスのクレジットカードでヒルトンのね、提携のクレジットカードが今年まあ発表っていう風になっておりまして、そのクレジットカードがですね、今後どうなっていくかっていうのもね、結構ね、個人的には気になっている部分で、この SPG アメックスのね、まあ、クレジットカードはマリオットボンボイホテルのポイントでね、1.25% の還元率が受け入れてるわけなんですけども、
ヒルトンのね、ビザのクレジットカードはですね、ANA マイルを貯める還元率としては、まあ、かなり良くないクレジットカードなんですよね。これが今後ね、アメックスから発行されることによって、ポイント制度がね、まあ、どうなるかっていうのもね、ちょっと気になってる部分ではあるんですよね。もしかしたらですね、こういう SPG アメックスのようなマイルにね、交換する際のレートがね、まあ、良くなったりみたいなね、ことも個人的にはね、もしかしたらあるのではないのかなっていうふうに思っておりますんで、今後もね、ANA マイルを貯める、クレジットカードをね、まあ、研究、していきたいと思います。今回の動画はね、こんな感じで終わりたいと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますんで、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンボイホテルのことはね、発信しておりますんで、チャンネル登録してない方はですね、ぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。